今日は試合お疲れ様でした。そして勝利おめでとうございます。 PK 戦まで、もつれ込む激戦だったかと思うんですけども、今の試合の振り返りいただけますでしょうか。そうですね、本当に自分たちのやれてることが少ないということが、ここに来させていただいて、素晴らしいチームと対戦させていただいて、本当に気づかされたところではあるので、また明日ちょっと気持ちをしっかり持って戦わせていただきたいと思います。はい、明日の対戦相手だったり、またそうですね、意気込みだったり、あればお願いします。はい、本当に自分たちがきちっと準備をして、戦わないといけないと思ってますので、しっかりいい準備したいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。